ユノミネシダ属ヒストップタリスは、小葉のイシカグマ科に属するシダ植物の属。わらびにやや似ており、葉の先端が無限成長する特徴を持つ。根茎は長く補服し、環状中心柱がある。また表面には、幅の狭い輪辺がある。葉は、右上複用で、右辺や小右辺は耐性する。また葉の先端は無限成長するので、 太陽なす右辺を次々に伸長させていく。右辺の最下の小右辺は、卓洋状の形をとる。葉脈は、毛状脈。胞子脳群は、列辺の円に続く。これは、葉脈の端が連結し合ってできた、連結脈の上に沿って生じるもので、包み膜はないが、列辺の円が反転して、偽方膜として、胞子脳群を覆う。胞子は、左右相小系。 7種が知られ、ユノミネシダエッジインサイゼが世界中の熱帯亜熱帯域に分布する以外は、6種がアジアの熱帯域から知られている。ユノミネシダ族はかつてイノモトソウカに所属させたが、このトガがあまりに多様なものを含んでいること、系統の見直しなどから細分され、その一部がコバのイシュカグマカにまとめられた。その際に本族とワラビ族の貴族が問題となった。 この二族は、法子農群の形質が、典型的な、猪本草科のものによく似ていたからである。他方で栄養体の形質は、小葉の石カグマかのそれに近く、現在ではこの都がとして扱われる。本族とわラビ族とは、様々な形質が類似するが、以下のような点で異なる。なお、本族にも見られる傭兵の基部より少し上から、脇外芽が出ること、 葉の先端が無限成長することなどはこの類において、葉の軸に茎としての性質が残っているものと考えることもできる。以下、種として、岩月編長、P106 岩月編長、P106 田川 1959,P47 岩月編長、P105 から106岩月編長、P100、ありがとうございます。